TRW クランタン FC は、マレーシアクランタン州コタバルを本拠とする、サッカークラブである。TRW は愛称である、ザレッドウォリアーズの略である。以前は、クランタン FA、つまり、クランタン州サッカー協会が保有するクラブであった。クランタン州サッカー協会が保有するチームとしては1889年に創設されたが、 現在のクラブの形になったのは1946年。2010年にはマレーシアカップを獲得。2011年にはマレーシアスーパーリーグとチャリティーシールドの2冠を達成し、AFC カップ2012への出場権を獲得した。2018年シーズン、スーパーリーグで11位に終わり、マレーシアプレミアリーグ降格が決定した。 クラブを、式業化して、サッカー協会から分離することが、ファムクラブライセンス交付に必要となったため、2020年、クランタン州サッカー協会は、クラブの運営会社である、ザレッド・オリアーズ SDNBHD を設立。9月に、ノリザム・トゥキマンが TRW 社を買収して、オーナーとなった。クランタン FA は1957年に、 建設された2万5千人収容のスルタン・モハメド4世スタジアムを使用しているが、現在クランタン州の州トコタバルの南3 3トルのところにあるパシルプティに4万人収容の新スタジアムを建設予定である。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。